なかなかゲームの時間を取るって大変だなと思うんですけど、この前も旅行行ってきたんですけどね、やっぱり旅行行くとその2日間ないし3日間っていうのは全くゲームはできないんで。いただきます。どうもこんにちは、ぬっきーと申します。ロラのコラを使ってね、ガチのアサリをやっていきたいと思います。腕前は X のこれ1780とかかな、クソですね、はい。ちょっとね、今シーズンガチやるって言っときながら結局全然できなかったんで、なかなかゲームの時間を取るって大変だなと思うんですけど、この前も旅行行ってきたんですけどね、やっぱり旅行行くとその2日間ないし3日間っていうのは全くゲームはできないんで、だからちょっとね難しいなって。かもう空いた時間結構意識してちゃんとちょっとダラダラする時間を1試合2試合やるみたいな感じにしていかないと、まあ、永遠とできないですよね。気づきやがった、すげえよく気づいたな今、あのチャーばっかり見てたな、こいつよく気づいたなというところで、ちょっとまあでもこれですよね、引き継がれるというか、最初の測定の時の5勝した時の価値が変わりますよね多分。だからちょっとそこ次のシーズンめがけて腕は上げたいなと。下がるなこれ、今1勝2敗なんでやんなきゃよかったかもしれない。だからちょっとそこをちょっと絡めるために、なんて言うんでしょうね、やっていこうかなと。まあ、今シーズンは、まあ、次シーズンへのつなぎとしてやっていこうかなと思ってます。はい。まあ、それで腕も上がればいいことだしね。カモンカモン、気づいてるかなこれ。おい、もう救えねえじゃん、やばマジか。あの外しは痛えな。でビーコン全部壊れていると。ちょっとね、前線武器として、なんか知らないことを意識すぎて前線武器としての役割は果たしてないんじゃないかとちょっと思ってるんですよね。要はリッターがやりやすいようにある程度はやらなきゃいけないものの、そのやってないと。だから俺カモンすげえ言われるのかなちょっと思ってて、前に出ようと考えを改めました。はい、ムカつくなとか思ってても進まないんで人生が。なんでカモン言われんのかなっていうところを考えてね、ちょっと前に出てくるっていう。でもただ俺が前に出たところでリッターがこうキルしてくれないと無理なんですけどね。ちょっとなんていうんですか、やっぱリスクと投下交換ですよね、チャンスっていうのは。なんかそのピンチがあってチャンスがあるみたいな話があると思うんですけど、そういうことだと思うんですよね。もうボムコロマンマジうぜえんだけど、おめえ天然記念物じゃねえんだよクソ、ゴミ野郎が。私ボムコロしかしてこねえわクソ。まあ僕はボロクソに言ったんですけど、ボムコロが多いってことはいい動きしてるってことですからね。サブをちゃんと使ってるっていう。いや、リッターきついんだよな。こっちに持ったよなリッター、おらんかったっけ。ほらかなりうざいっすね。あいつうめえな。ここ本当に1700なんか。
よしよしよし、まだワンチャンあるか。30秒。ちょっと今もう話に集中して全然見てなかった。でね、ちょっと思うのが、やっぱ旅行行くたびにやっぱこう収入を上げたいなと思いますね。大事っすね、旅行行くって。収入上げてこの旅行の数を1回でも増やしたいみたいな気持ちはある、正直。くそー、投げれたな今の。ルール分かってるあいつ。そう、繋ぐしかねえ、繋ぐしかねえよ、繋ぐしかねえ。ただ繋いでるだけでも意味ない。あー、ダメか。惜しい。腕を上げようと下げましたね、これ。見事に。難しいなぁ。いや、難しいっすよね、このゲーム。ただなんかキルしてりゃいいのかっても違うし、ただ潜伏してれば、潜伏してキル取ってれば違うし、ルール守ってればいいのかって違うし、めちゃくちゃ難しいゲームだなと改めて、思いましたね。はい。まあ、しゃーなしと。アサリマジ勝てねえわ。ご視聴ありがとうございました。ごちそうさんです。